今日は ありがとうございます。こんなにたくさん方々が太郎グリーンピアまでおいでをいただきまして、主催者としては本当に感謝をいたしております。改めてありがとうございます。さて、ご承知の通り、黒森神楽は本年の3月19日に待ちに待った国の指定をいただきました。それからというものは今日までこの神楽衆の皆さん方は大変な声援と期待をいただいて、いろんな場所でいろんな公演で大変声援をいただいておりました。宮古市の熊坂市長もこの名誉ある指定を皆さんとともに、市民の皆さんとともに喜び合いたいということで予算を取っていただきました。そして広く宮古市をはじめ陸中の沿岸の方々にもう一度黒森神楽を一日かけて鑑賞していただくということで予算をいただきました。そしてこの運びが今日の催しでございました。で、今日はなんと新人和楽、聞いたことがない名前でございます。これは今日一日皆さん方と神様が一緒になって今日一日楽しくお酒をいただきながら、こびりをいただきながら、おにぎりをいただきながら楽しく神楽と共に過ごすというのが新人和楽でございます。まあ、そういう意味におきまして、売店もございますので酒を酌み交わしながらじっくりと神楽を見ていただきたい。今日はですね、神楽ファンにとってはもう願ってもない一日でございます。私も見たことがない演目もここでやります。そして見たことがない方々にとってはこんなに素敵な神楽が私たちの地域に大昔から受け継がれてきていただいているということを発見する日だと思っております。その意味におきましても、どうか皆さん方は声をかけて声援を送って飛び込みも結構でございます。そういう意味合いで今日神様と皆さん方が一体となっての公演でございますので、最後までどうかゆっくり声援をしていただきまして、ご鑑賞いただければ主催者としてこれ以上のことはございません。どうぞよろしくお願いいたしまして、簡単ですがご挨拶に変えます。ありがとうございました。感謝状、北洋プライウッド株式会社殿、あなたは都に敬神の念極めて厚く、この度黒森神楽の国重要無形民俗文化財指定を記念し、伝統にのっとった神楽幕一式をご制作の上ご奉納されたことは誠にご既得の至りであります。よってここにそのご熱誠に対し新人なる感謝の意を表します。平成18年6月25日黒森神社宮司花坂直行、黒森神楽保存会会長三上聡、どうもありがとうございました。皆様こんにちは、神田より子と申します。非常に高いところからで申し訳ないんですけれども、しばらくお聞きいただければと思います。せっかくですので皆様のお手元にあるこのプログラムを見ながら解説させていただいた方が分かりやすいかなと思いますので、11ページをお開きいただけますか。11ページには黒森さんと黒森神社の写真、そして権現様2体の写真があります。実は黒森神楽というのは一般には山伏神楽というふうに分類されています。山伏修験者の人たちが山で修行をして、そしてその修行した力を身につけて、
そしてその神様、つまり神霊を自由にこう操れる、そういう力を身につけて私たちの願いや希望を叶えてくれるという、そういうものが山伏とか修験者と言われた人たちなんですけれども、そういう方々によって伝えられたのが山伏神楽と称しまして、黒森神楽も分類上はこの山伏神楽に、まあ、属すというふうな言い方ができるかと思います。で、皆さん舞立ちが始まって権現舞が始まった時にお気づきになりましたでしょうか。この権現様のところに多くの方がおいでになって、権現様に対して手を合わせてから席に着かれた方が随分大勢おいでになりました。多分この方々は皆さん神楽が巡業に回ってきた時に宿でそうしていらっしゃるから、そのようにやはり権現様がいるからにはそこにお参りしてから席に着くという日常、まあ、皆さんがなさっていることをやっていらっしゃると思うんですね。黒森の権現様は獅子頭、獅子です。しかし単なる獅子ではなくて、黒森神社の神様の霊が獅子頭に降りてきて、降りてきてっていうのはちゃんとその度に神様の霊を獅子頭に移す儀式をして、それでこういう場所に来るんですね。ですからまずこの黒森神楽で大事なのは、黒森神社の黒森権現がここにいるということです。神楽宗はいろいろなところによって別の神楽をやることもあるんですけれども、その時は別の権現様を持っているので別の名前で呼ばれる。ところが黒森神社のこの権現様と一緒に巡業に回るから黒森神楽という名前がついているんです。そして黒森の権現様は11ページにご覧になりますように非常に古いものがあります。文明17年1485年の権現様、そしてそれより約100年遡るのではないかという南北朝期の獅子頭2体を残しています。それだけではなく、それ以降ずっと皇権現様がまだ残ってまして、これはご隠居様といって地元で非常に大事にされています。この獅子頭があるからこそ黒森神楽は巡業に回れるので、巡業に来てくださった方々は本来ならば黒森神社まで行って神様にお目にかかる、祭りの時に行く、あるいはお正月に行くということなんですけれども、そうではなくて春の初めに黒森の神様が権現様に降りて、そして私たちのところまで来てくれる、そして私たち の希望を叶えてくれるという、まさしくここに書かれた神人、人と神が一緒に楽しむ、一緒に遊ぶという、そういう意味を持って今に伝えられてきているわけです。で、毎年今でも1年交代に北はかつての八戸南部藩の境まで、南は伊達藩との境まで、国境をずっと太平洋沿岸、北上山地の東側を巡業に歩いている。そしてそのことがものすごく価値があるということを評価されまして、国の指定の文化財になったわけです。三上会長は待ちに待った国指定というふうにおっしゃいましたけども、多分これからがすごく大変なんじゃないかな、この巡業の形を残していただかなくてはいけない、つまり巡業をする神楽だからこそ価値がある、多分日本でこういう巡業を実際に行えているのは黒森神楽唯一なんですね。それもこんなに古い獅子頭も残している、多分この文明とか南北朝期に神楽をやっていたかどうかっていうのはわからないんです。他の地域のこういう神楽を見てみますと、能とか狂言と呼ばれる芸能が発達する以前 の歌や舞の言葉が残っているので、多分そのこの時代に、1485年という時代頃には神楽はあったであろうというふうに言われているんですけれども、実際にこの陸中沿岸で神楽が演じられたという記録は江戸期になってからです。江戸時代になって地域の人たちがこう安定して、山伏修験と呼ばれる人たちも山の中にこもって修行したり、あるいは全国の山を渡り歩いてということをしなくなった江戸時代になって、
それでこの修験者の人たちが自分の宗教活動をする場所、まあ、縄張りですね、霞とか旦那場というふうに呼ぶんですけれども、そういう場所に定住するようになって、自分が仕える神社の神様をそれぞれの自分のテリトリーの中で、自分の村の中で獅子頭に下ろして、村の中でそうした神楽をやっていたということが、江戸時代にはずっと続いてきたわけです。ところが黒森神楽は、黒森から出て、先ほど申しましたように南北の国境まで、巡業に歩いてしまったわけですから、地域ごとの修験の人たちにとっては自分たちの宗教活動をする場所を荒らされる憎きやつだったわけですね。そのために何度も南部藩に、集団訴訟を起こします。ところが黒森神楽の側では、実は南部の殿様からお墨付きをもらってたんですね。黒森神楽をが巡業にする行くときには、ま、邪魔してはいけない、そのお墨付きがあったために、実はいくら訴訟で地域の山伏の人たちが狼藉者というふうに黒森神楽に対して文句を言っても、裁判では常に地域の神楽の人たちは負けてしまいます。それで黒森神楽の巡業がずっと今まで残ってきたし、その裁判の結果が記録として残っていますので、どの範囲でどれくらいの人数でどういう人たちがどこの村を回り、どこの家が宿だったかということが非常に詳しく記録に残っている。これも多分すごい大きな記録で、これも他の地域にはない古い記録なんじゃないかなというふうに思っています。ですからまず宿を回って行っている、巡業をしているということが黒森神楽の大きな価値の一つです。もちろんこの巡業をするということは、その巡業を受け入れる宿の方、地域の方の努力がないと受け入れられないわけです。個人のお宅で宿をする場合には、十何人の神楽衆を迎え、その人たちの寝る場所、その人たちの食事、そして地域の方を迎えしての接待、ものすごく時間もお金もかかるわけですね。ですからこれがどれだけ続いていくのかということが今一番大きな問題で、国指定になったからといって、まあよかったよかったでは済まない、これからそれをどう残すのか。やはり今宿をなさっていらっしゃる方は、自分はやはり黒森権現への信仰があるから残したいというふうな気持ちがおありでしょうけれども、若い世代に、世代が変わっていくと非常に面倒なために、時間がかかるために、それを継続するということがなかなか困難になってくるので、それがどうやって続くのか、皆様お一人お一人のこれからの応援にかかっておりますので、ぜひこのことをお忘れなく、黒森神楽の巡業を応援していただければいいなというふうに思います。で宿やその地域の方々、今日大勢いらしていると思うんですけれども、初めてご覧になった方、今日はこんな高い台でやっていますけれども、本来黒森神楽は家の中で見せる芸能ですから、皆さんと同じ床の同じレベルで、舞台ではなくて同じレベルで演じるわけです。ですから本来は神楽衆が人間側の代表として観客に背を向けて、神様、いろいろな山の神とか恵比寿神とか出てくるわけですよね。神様と対峙する、こう向かい合って演じるということなんですけれども、今日はどこに神楽衆の方座るかちょっと分かりませんけれども、ちょっとここで座ってしまうと見えなくなるので、そういうふうにはならないと思いますが、本来は私たち見ている観客の代表として神様と 対面しているのだということがまずあります。そして今権現様の舞込みをやりました。一人一人にお守りって言って、この嫉妬着をつけてくれましたけれども、三上会長おっしゃったように、これで私たちもこれから無病息災で今年1年過ごせるということなわけですが、これ本来はお正月明けから3月くらいまでの年の初めに神楽が回ってくるわけですね。神楽が回ってくるから春が来るという言葉が地域には残ってます。神楽が来たから春がもうすぐ来るよねっていうこと、まあ、春のことぶれとして神楽がやってくるわけですね。で
この上でやったあの嫉妬疑似死は本来は家に宿に入る前に玄関先で外で庭でやります。ですからあの庭でやって家の中に入るときにあの神楽衆が一人前に出てきて権現様の前でなんかこういうことをやってましたよね。あれは松 の, あの根っこなんですけれども、あれに火をつけて権現様がそれを踏みます。それで火伏せといって、まあ、あの火災よけになるわけですね。それを皆さんあの家の神棚なんかに置いておくようです。あるいはあのちょっと もらって帰ってそれぞれの方も自分のお家 の火よけにするという方もおいでになるようです。ですからまず権現様があって、そして神楽がある。ですから権現様の祈祷っていうのはとっても大事で、今日はあの舞込みの祈祷がありましたけれども、いろいろな権現様 の祈祷の儀礼が残っています。面白いのは、面白いっていう言い方はいけないんですけれども、家が倒産してしまったという、まあ、かまどを返したっていう時にも神楽をやっても、それがあのまた家が復活するようにというような、そういうあのお祝いの儀礼、あのお願いの儀礼もありますし、あるいはお家で亡くなった方の年忌がありますと、その年に神楽が来てくれたら神楽念仏といって仏壇から位牌を出して、その先祖の霊を慰めるということもやるわけです。これは、12ページの上に出ています。これは今年の冬の巡業の時のものなんですけれども、あのお位牌の前で権現様があのすごく静かな拍子で、神楽念仏を唱えて、この時は権現様を大きく振り回したりしません。非常に静かな拍子でこう少し動くという、そういう形をとります。で、権現様は神様が、まあ、霊がそこに寄ったものですから、私たちにとっては非常に大事な神様なんですけども、権現様のについている髪の毛が落ちると不吉だとか、髪の毛が落ちると豊漁になるとか、地域によっては全く反対の解釈をされているところもあるようです。海岸の方ですと、どうも神様のこう髪の毛、布や紙でできてますけれども、それが落ちると漁がある、魚が寄ってくるっていうような形で、これは幸運の印というふうに言われるんですけど、山の方ですとそういうのが落ちたりすると、なんか不幸の知らせだっていうことで嫌がるというように、同じ事柄でも地域によってそれぞれの方が解釈されて、それを何かの予兆であるというふうに考えて、悪いことが起こらないようにお祓いをしてもらったり、あ、近々豊漁が来るよっていうことで喜んだりということがあるようです。で、最後にまた舞立ちということをいたします。これは宿を出るときに獅子頭が皆さんにお別れをして、それで出ていくということなんですけれども、今日はその形を最後に取るようですので、どうぞ最後までゆっくりご覧ください。それでですね、時間がないので、神楽の内容を少しご説明させていただきます。このあとすぐ打ち鳴らしと称しまして、神楽衆全員が出て、それで神様を呼ぶ、日本中の神々をここに招いて、そして神々が見てる前で神楽を行うのだという、そういう打ち鳴らしということが行われます。それから清払い、榊場。清払いというのはお払いの前で、言葉でお祓いをし、お塩でお祓いをし、剣でお祓いをし、そして持っている桃の枝でお祓いをする。桃というのは神話にも出てきますけれども、悪いものを寄せつけない魔法の力があるというふうに考えられていますので、それでお祓いをするという、そういう舞なんですね。で、榊場というのは山の神舞の少し小さくした舞なんですけれども、皆さんのお手元には、4ページに出ています、仮面をつけずに舞う舞ですが、これは若い方が舞う黒森神楽の一番基本となる舞です。基本となるといっても非常に難しい、激しい動きの舞ですので、見ている方ではとっても面白い舞なんですけれども、やっている方ではかなり力がいる舞です。そして岩戸開き、今日は神開きと呼ばれる岩戸開きを見せてくれます。これは天照大御神が岩戸に隠れてしまったのを出そうという舞で、実は神開きという名前があって分かりますように、旧開きというのもあります。
旧開きというのは今日はやらないんですけれども、もともと黒森神楽が持っている非常に独特な神話を表現したもので、その旧開きがあって、それに合わせてもう一つ誰でも知っている日本神話から題材を取った天照大神を雨のうずめの御事が舞を舞って神様を出そうという、そういう演目なんですけれども、実はこの岩戸開きの新開きの中で雨のうずめの御事が舞う舞は黒森神社で夏の祭りの時に御子舞があるんですが、その御子舞の手が入っています。その黒森神社で行われます御子舞は託宣がありますが、この託宣の後の御子舞の手がこの新開きの中に入っています。そしてその後で雨のうずめの御事が出てくれてよかったねというお祝いの御神楽があります。そしてその後でオロチ退治、これはものすごく人気のある面白い演目で、大和のオロチを退治するというものですけれども、そして、オロチ退治もできて雨のうずめの御事も天照大神も出てくれてよかったね、これでお正月を迎えられるねということで松迎えという演目があります。この松迎えというのは非常にきれいな舞で、二人の舞手が舞うんですけれども、私は本当にこの舞が大好きなものです。そして次が泡巻、これは狂言で土地の言葉で、道取り太鼓を打つ道取りさんと、それから泡巻の助六というものに扮した2人が掛け合いをする、狂言ですから、ものすごく面白いものです。そのまま字の言葉で話しますので、私なんかは理解になかなかするのが難しいんですけれども、その時代時代の時事問題なんかもこう取り込んだりして、面白い演目なんですが、実はこの泡巻の助六という物語は旧開きの内容を説明しているんですね。旧開きという演目がなぜあるのか、それを助六さんが私たちに説明してくれる、これをもどきというんですけれども、ちょっと分かりにくい高等な話を私たちの知っている言葉で私たちに向けて優しく説いてくれるというものです。そして次の山の神舞、これはどこへ行ってもすごく人気のある黒森神楽では一番大きな舞です。ちゃんと演じますと1時間近くかかる演目ですが、今日はどれくらい長くやってくれるのか。この山の神舞が舞えて初めて神楽衆は一人舞というふうに言われています。先ほど三上会長が、皆さんお酒を飲みながら食べ物を食べながらゆっくりご覧ください、楽しんでくださいっていうふうにおっしゃってましたけど、本来神楽宿では山の神舞が済むまではお酒を飲んではいけないということになっていたんです。実は山の神様に捧げるお酒が出ます。そして皆さんに回ると思うんです。これが合図で、さあ皆さんどうぞ、あとは無礼講で楽しみながら見てくださいっていうきっかけになるんですけれども、今日はどうなりますやらちょっと分かりませんが、そういう決まり事が宿ではあるということを覚えておいていただけるといいと思います。山の神の仮面は赤い非常に恐ろしい顔をした面なんですけれども、神楽衆はこれは女であるというふうに言います。山の神が12人の子供を産んで、その12人の子供一人一人の名前を呼んで、だから女だっていうふうに言うんですけれども、皆さんはこれをどう捉えるか、山の神はうちの女房の別言葉っていうのもありますから、女だという伝承も各地ではあるんですけれども、一方で男であるという伝承もあります。そしてこの山の神舞にまつわる話もいっぱい伝わっておりまして、山の神に妊婦さんは自分の着物を着てもらって安産を祝うとか、それから山の神の足踏みをするとそこの病人が治るとか、その足踏みをした場所には草が3年間生えないとかっていうような伝承がいっぱい残っていまして、これはとっても大事な舞です。そして次の恵比寿舞ですが、これはもう陸中沿岸ではものすごく人気のある、魚を釣る
つまり魚を取るための豊漁の祈願の舞ですから、漁村の人たちはもう身を乗り出すようにしてこれはご覧になるんですけれども、ですからお魚の奉納があったりして、普通は作り物の鯛を釣りますけれども、その奉納があると鮭とか本物の魚を釣り上げるということもあるようです。それから節分、これは仕組みと称しまして、お芝居仕立てになっています。乱馬尊者と見る目という鬼が日本を征服しようということを企んで、それを退治するという面白い演目です。そろそろ時間になりましたが、最後に舞立ちです。舞立ちの時は多分皆さんの身固めといって、権現様が皆さんの痛いところを噛んでくれると思いますので、ぜひ皆さんもお願いして、自分の痛いところ、あるいはもっと頭が良くなりたいと思ったら頭を噛んでいただくというようなことをお願いするといいと思います。黒森神楽はまだまだ舞台で見る芸能というよりも、皆さんの信仰とその地域の中で生きている芸能です。せっかく国指定になって、陸中沿岸の宝ではなく国の宝になりました。私は神楽を世界の宝にしたい、世界遺産にしたいというふうに一度申し上げたことがあるんですけれども、日本国家はそういうことを認めずに、伝統芸能である能狂言とか歌舞伎とか文楽を世界遺産に登録しましたが、これはおかしいことで、やっぱり民衆の力にもなる、民衆の支持を仰いでいる神楽こそが世界遺産になるのが本当じゃないかと思っております。皆さんもぜひ世界遺産に神楽をしようということで応援いただければと思いますが、それでは時間になりましたので、これから神楽が始まります。今日一日どうぞごゆっくりご覧になってください。今日はどうもありがとうございました。